2週間で7キロ痩せましたというダイエット法をお伝えしていきますね。私がお伝えしております微腸活ダイエットを実践してくださった方から LINE まで嬉しいご報告いただいたんです。それが2週間で7キロ痩せましたというご報告だったんですよ。で、この LINE の内容については別動画で私お伝えしておりますので、もしご興味おありでしたらそちらの動画をご覧いただきたいと思います。そしてこの動画ではですね、今回その私がお伝えしております微腸活ダイエットの3本の柱のうち、この3つ目です、糖質を抑えるということについて具体的にですね、あなたにお伝えしてまいりたいと思います。そのことであなたも冒頭にお伝えしたような方と同じように痩せることができるんですよ。それでは早速お話ししてまいりますね。お話の流れになります。1つ目、なぜ糖質オフだと痩せるのか。2つ目、糖質オフの食材とは何か。3つ目、どのようにその糖質オフの食事を取り入れていけばよいのかという具体的な方法をお伝えしてまいります。最後までご覧くださいね。またこのチャンネルではこのような情報発信を毎日させていただいております。そのことであなたが健康的に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録や高評価ボタン、 LINE 登録していただきますともとても嬉しいですし、励みになっております。それではまず1つ目のお話に入っていきますね。なぜ糖質オフだと痩せるのかということなんですけれども、もうこれはですね、もう簡単です。理由があります。太る原因の一番はですね、やっぱ糖質の摂りすぎということになるんですよね。例えばですね、いかがでしょうか。あなたがですね、銀行口座にそのコツコツと貯めてきた、貯蓄の預金があるとしましょう。そして何かですね、欲しいものがある。例えばこう素敵なお洋服買いたいなとか、パソコン買おうかなとか、いろいろね欲しいものあると思うんですけども、その欲しいものを買うためにですね、コツコツ貯めてきてるお金なわけです。そこでですよ、いざ買おうと思った時にいきなりボーナス、もしくは臨時収入が入ってきて、ボーンとですね、そのまとまったお金が入ってきたとしたらどうされますか。私でしたら、そのコツコツ貯めてきて利子もつけてきたですね、その貯蓄預金のその預金をわざわざ崩してまでそれを買おうってしますか。ほとんどの方がですね、その臨時収入で得たその元手を使って、あ、だったら買えるなって、買いませんか、買えるって。やはりですね、その入ってきてお財布にもお金が入ってるわけですから、そこから使えますよね。わざわざ手元にあるのに切り崩したですね、その貯めていきたいお金を使いますか、別のことに使いたいですよね。ですからお体も同じなんですよ。例えて言うならですね、そのコツコツ貯めてきたのが、コツコツ溜まってきた脂肪です、体重ですよね、それがある。でも毎日糖質を多く含む食べ物、例えば白米であったりパンだったりパスタとか小麦系ですよね、これはがっつり太りますけれども、そういったのをですね食べていらっしゃるようであれば、いつまでたっても溜め込んだものを切り崩してまで使おうって体がしてくれないんですよ。なぜかというと、もうあるから、だって入ってくるじゃないですかって、どんどん体に入ってくるのに、貯めたものは使いませんよ、嫌です嫌です、絶対この貯金崩さないってお体がですね拒否するわけです。それと同じことがあなたのお体にも起こっていますよっていうことが、もうとにかくですね痩せるポイントになってくるんですよね。ですからまとめますと、この一番のお話に重要なのは、いかに糖質を抑えてですよ、溜め込んできた脂肪をエネルギーとしてようやく体がやばいと、もうそこをついてきたからこれ使わなくちゃもう仕方がありませんよっていう状態にできるかどうかにかかっているんです。では2つ目のお話いきますね。この糖質オフの食材とは何かということなんですけども、それはもうとにかくですね、その糖質オフといっても、実は完全にオフってね、1日の食事の中でできないんですよね。もうパッと思い浮かぶのが、その例えばこう高い糖質を含む食べ物ですよ、もう太る食べ物です。先ほどお伝えしたお米だったりパンだったりパスタ、こういったその炭水化物の塊というのは太
太る。なのでそこはまずカットですよね。もうとにかく例えば毎食できなければ夜ご飯だけでもやめてみる、お休みしてみるだけでもね本当に変わってくるんですよ。で徐々にお昼もやめてみようかな、朝もやめてみようかなっていうその目標の数値に、体重の設定値になるまではですね、やはりできる限り糖質を取らないっていうのが大事なんです。でもその代わりですね、他の栄養はやっぱり必要なんですよね。特に腸内環境を整えるものであったりタンパク質です。そこでそういったその炭水化物の塊をお休みしたとしても、実はですねお野菜にですらこの糖質って入ってるんですよ。でこの高い低いってその野菜によって違うんですけれども、お肉もそうです。そういったその選ぶことであなたはですね糖質をどんどんオフに近づけることができるんですよね。で私は別動画でこの、 その低糖質の高タンパクの食材のお肉バージョンであったり、お魚であったり、お野菜であったりですね、大豆製品であったり、そういったものをアップしてますから、ぜひご興味があったらお役立てくださいね。で今回私はその低糖質で高タンパク質の食材を海藻にフォーカスしてあなたに今からお伝えしてまいりたいと思います。さあいよいよ3つ目、どのようにその低糖質で高タンパク質の海藻を選んで日頃の食事に入れていくのかということを今からお伝えしてまいりますね。あとボード変えます。こちらですね、同じ海藻であっても全然違うんですよ。全然違うんですよ。ですからあなたの選ぶ目です、ダイエット向きの食材を選ぶ目を作っていただく、その増やしていただくということが大事なんですよね。例えば冒頭でお伝えした方もそうなんですけれども、もう今までもう挫折ダイエットの繰り返しだったわけです。私の元にいらしている方ってもうほとんどの方がそうです。もうどれだけそこにお時間と労力お金を費やしてきたかっていう、そしてまたリバウンドの繰り返しなんですよね。そういった方が選ぶ目を持っただけで、それに置き換えていくだけで人生が好転されているわけです。もうとにかくですね、もう腸が綺麗になればもう心も体も綺麗になっていかれるんですよ。もうほんとそうなんです。もう私もその姿を見るのがもう大好き大好きで、もう嬉しくてたまらないんですけれども、なのであなたもですね、例えばもう挫折ダイエットもう繰り返し繰り返しでご自分を責めていらっしゃったとしたらですね、ご自分のことを責める必要はもうなくなるわけです。私がお伝えしているものにあなたが選ぶ、要するに今まで選んできた食材を私がお伝えする食材に変えるんです。変えるだけでいいんです。そうすればあなたは冒頭にお伝えした方々と同じようにですね、健康的で綺麗に痩せることができます。ということで今からお伝えする食材に変えてください。いいですか。では低糖質高タンパクの海藻です。もう海藻なんかどれもね、もう低カロリーだし、もう栄養もそんななくってね、痩せる食材じゃないですかってね思われがちなんです。違います。海藻にもですね、この糖質がいっぱい入っている海藻ってあるんですよね。見ていきましょう。じゃあまずその太りやすい糖質を多く含む海藻がこちらです。干しひじきです。これはこの、ね、数値は全部 100g あたりの数値です。でこの中で一番太るのはやっぱり干しひじきなんですよね。なんといっても糖質量が高いんですよ。 6.6g も入っている。ただしやっぱりね、マイナス面もあればプラス面もありますよね。もう何でもそうだと思います。プラスマイナスある。ひじきがいいのはタンパク質が豊富なんですよ。見てください、 9.2g もあるんですよね。もうダントツトップです。なので日頃からですね、そのタンパク質が足りてないな、タンパク質もね痩せるためには必要なんですよ。ですから、あ、そういえば今日の食事はタンパク質取れないなって、例えばお肉の量があんまり取れないとか、お豆腐がちょっとなかったとか切らしてたとかね、あったとしたら選んでいいのはやっぱりね干しひじきなんですよ。そうすると、まあ、糖質は入っているけれども腸内環境が整ってタンパク質がもういいからです。なのでひじきでもいいんですけれども、例えばがっつりタンパク質も食べたと、食べるメニュープラスアルファ海藻を取ろうかなって思った時はやっぱり一押しはもずくです。もずく見てください、 100g あたり糖質がなんとゼロです。そしてタンパク質が 0.3g、 ちゃんとタンパク質も取れる海藻なんですね。でここに匹敵するのがメカブになります。メカブも
一押しです、まあ、この2つですね。一押しはこの2つ。そしてメカブも糖質がなんとゼロなんですよ。そしてタンパク質がもずくよりも多くて 0.9g 入っておりますから、やっぱりですねこの2つは一押しなんですよね。そして実はわかめなんですよ。見てください、わかめ結構糖質入ってるんですよね。 2g 入ってます。 2.0g。 そしてただやっぱりタンパク質はね多いです。このメカブやもずくに比べたらわかめは 1.9g 入ってますから、慌ただしくてなかなかタンパク質が取れないっていう時はやっぱりわかめや干しひじきなんですが、もうとにかく今は糖質をカットしたい、糖質を他に取りたくないっていう方はやっぱり冒頭でお伝えした方のように、もうとにかくもう極限までですね糖質カロリーをカットされてるわけですよね。あの糖質です、皆さん糖質をカットされてるわけですから、メカブやもずくなどがおすすめですよということになります。ではこの動画のまとめに入ります。分かりやすくお伝えしていきますから、しっかり最後までお聞きくださいね。一つ目です。なぜ糖質オフだと痩せるのかでしたね。それはいつまでも糖質を食べてしまう、要は体に取り込んでしまわれると、溜め込んできた脂肪をエネルギーとしてお体がいつまでたっても使ってくれませんよってことです。例え話で言えば、溜め込んできた貯蓄を切り崩すことを絶対にしてくれませんよってことでしたね。では2つ目です。糖質オフの食材とはじゃあ一体何なんでしょうかということで、もちろん糖質の塊炭水化物系は一旦お休みしましょうね。その代わりタンパク質がしっかり取れること、そしてなるべくそのどんな食材もね、もうほぼほぼ糖質って入ってますから、その時に糖質量が少ないものを選ぶこと、そういった食材が大事なんですよでしたね。そして3つ目、どのように食事に取り入れたらいいんでしょうかということで、今回は海藻にフォーカスしてお伝えしましたね。海藻だからといっても何でも取っていいわけじゃないわけです。海藻によっては糖質が低いものがあったり、逆に糖質がこんなに高いのかっていうのもありましたよね。ただしその代わりやっぱりタンパク質がしっかり取れるっていう、そのバランスが大事ですから、こればっかりというよりはその時のメニューに合わせて、じゃあ今日のメニューだったら糖質が低い方がいいな、でも今日のメニューだったらやっぱり糖質は多少入っている海藻だけども、タンパク質をしっかり補ってあげた方がいいなということで、その選ぶ目を持ってくださいね。それがとても大切なんですよというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。このチャンネルのこういったお話をどんどん毎日発信しておりますので、ぜひお役立ていただけましたらとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。